はい、こんにちは、スプラートのめちゃんとベルちゃんです。メキシコに関しての質問がいっぱいあるから、ウォー、いっぱい答えていきたいと思います。はい、一つ目、ご飯は美味しい？美味しいです。何が美味しいの？タコス。はい、タコス。エンチラダス。エンチラダス。タマレス。タマレス。はい、オッケー、もういいよ、もういいよ、もういいよ。2個目、はい、生首は転がってるの？メキシコに、みんなメキシコって危ないのって。見たことある？生首見たことがないよ。はい、ないね。3番目、水道水は飲めるの？飲めない、絶対ダメダメ。4番目、治安はどう？まあ場所によって。いくらメキシコに持ってけば足りますか？1日あったり、ホテルとか。まあ1000ペソあればめっちゃすごいよ。あ、一晩1000ペソだから6000円ってこと？1000ペソで出すと、一晩1000ペソ出すと6000円出すと、めっちゃいいとこ泊まる。普通の場所ね、普通の場所泊まって、普通になんか食べ物、料理3つ、まあ場所によってだけど。6個目、スペイン語勉強したいんだけど、どんぐらいいれば喋るようになる？まあ3ヶ月にいれば、まあ簡単な会話できるんじゃない？これ食べたい、あそこに行きたい、これ見たいとか。まあじゃあ簡単なスペイン語を喋れば、まあ2年ぐらいかな。2年いればまあ喋れるね。まあまあ喋れる。メキシコに行ったら、日本人男性女性はモテるの？モテる。男の人もモテるで、日本人はなんか結構気使うでしょ、で女性はもう絶対モテる、すぐにメキシコ人付き合える。マフィアは1日何回ベロンチに行きますか？マフィア何回？ゼロです。 週何回行く？来る？ゼロですよ、人生でゼロですよ。楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。アディオス。質問あればまたぜひ来てください。はい、バイバイ。